エニシアに伝わらし巨大ガメカルボネミス。軽自動車並みにでかい甲羅を持ち、その硬さはもうカッチカチやぞ、カッチカチやぞ、ゾックゾックする野郎だ。なぜ彼は動いているのか。そんな存在のロックエレメンタル、なぜ彼は目があるのか、口があるのか、手や足があるのか、どうやって繁殖するのかも、色も色の色謎。ふと思った。カッチカチやぞ、カッチカチやぞ、ゾックゾクなカメと謎な存在ロックエレメンタル、彼らが相対した時、一体どちらにエンジェルが微笑むのか。今日そんな試合が始まります。皆さんこんばんは、ジョン・カニタです。解説は元タコタコタジャムにお会いした、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チンパのサルバドレ・イン・チンパさんです。ちょ、さあ本日は残念ながら雨の予報となってしまいました。しかし会場の盛り上がりときたら問題ありませんね。本当にもうびっちょびちょで、ね、本当興奮するんですけど、もうこれでも素晴らしいですよね。サポーターの皆さん、そんなサポーターの皆さんも大好きです。なるほど、せーの、はい。では選手の様子も見てみましょう。雨が降りながらも硬い表情で見守っています。いやもう彼からはね、この私の美しい顔面フェイスを見て、この美しいボディ、このナイスボディを見て、そんな声が聞こえますよね。さあ続いて亀選手の様子、こちらも一人一人落ち着いた表情で見守っています。いやもう彼からはね、カッチカチやぞ、カッチカチやぞ、ゾックゾックするやろ、悔しいでちゅって、そんな声が聞こえます。全く聞こえませんね。では間もなく始まります。さあ審判の笛とともにスタートです。さあスタート、我慢の時間帯が弾け飛びました。ここで一発クライプジュ、切り替えが早いですよね。前線へ飛び込む、流れが来ている、うわー大きく振り払う、もう大好き、眠らぬ獅子が踊っている。神様動揺してますよね。まあチャンスはありますから頑張ってほしいです。再び投げる、これは危ない、カードを覚悟したプレーですよね。これは見せてほしい。さあここからき、うわー大変なことになりました。ファンタスティッククレイジー、はぐれた亀を追い込む、1対1だ。スタジアムが一斉に揺れてますよね。半端じゃないですよ、見どころです。思いっきり見せた、うわーサポーター、ノリですよね。サポーターが踊っていました。さあ雨が晴れ上がりました。おや、これは倒れた選手も立ち上がってるんじゃないでしょうか。亀選手素晴らしいですよね。さあ試合は後半に入りました。殴っていく、これは君入れた、痛い痛い、うわー、さあ動いた、いい展開だ、こっからだ、どう動く。ちょっとゴーレム選手疲れが見えてますよね。さあこっからだ、うわーと思いっきり打ってきました、すごい、おっと狙う、すごい、もう一度狙う、すごい、過剰攻撃だ、うわー、もう誰にも止められません。うわー、さあこっからだ、入ってくる、入れれば勝つとなる、1対1まで来た、来てしまいましたね。決勝点のチャンス目の前だ、最後の一撃食らった、ここで試合終了です。勝ったのはゴーレムロックエレメンタル選手でした。しかしタコボンドさん、ではタコボンドさん、それではタコボンドさん、いかがだったでしょうか。いやもう今回はね、素晴らしい戦いでした。本当ね、もう熱いぶつかり合いが起きてて、もうね、雨が晴れ上がってしまったほどですよね。会場の熱気がムーンムーンで素晴らしい試合でした。はい、ありがとうございました。本日もこの時間帯がやってきました。お分かりの時間帯です。実況は私、ジョン・カニタ。解説は元タコ、タコボンドさんにお招きいたしました。タコボンドさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。審判のサルバドーレ・イン・チンパンさんでした。ニュース、それでは皆さんごきげんよう、さようなら、さようなら。